皆さんこんにちは。お、マイクでかい。こんにちは。笛の演奏家、当社水宝と申します。今日は皆さんが最近非常に気になっている話題、何ですか？笛。ありがとうございます。笛のお話ですね、させていただきたいと思います。気になってますよね。今日どの笛持って出かけようとか、ね、まあ、このカバンに30本は入るかなとか、ね、そんなことを日頃から皆さん気になってると思います。まあ、そうですね、笛という言葉、まあ、吹く枝っていう言葉が変わったらしいですよ。吹く枝、笛ってなったらしいですよ。へえ、ウィキペディア載ってます。今日は、そうですね、私の自己紹介からまずさせていただきます。まあ、私は、まあ、笛の、演奏家ですけども、基本的には歌舞伎音楽というものを中心に、演奏活動しています。長唄とか常磐津、清元といったジャンルの音楽、皆さん聞いたことございますか？まあ大していないですよね。まあそれも仕方ないといえば仕方ない。まあ、娯楽が今多様化して、まあ、こうした伝統音楽、まあ、古典芸能、まあ、伝統楽器、こうしたものに触れ合う機会というのは、まあ、普通に生活している中ではほとんどないと言って差し支えないと思います。まあ、そんな中なので、まあ、私たち実演家もなるべく、まあ、皆さんに古典芸能とか伝統芸能、そういったものを知ってもらうための活動、まあ、幅広くみんな取り組んでいます。まあ、そんな中で私といいますと、あのバイオリン、洋楽器のバイオリンと、伝統和楽器、まあ、こうしたものをコラボレートした4人組ユニット、これであの9年間活動してきました。まあ、この活動は、まあ、ジャズとか、先ほどもちょっとジャズテイスト、まあ、ジャズとかポップス、ロック、そうしたものに伝統楽器の響きを乗せ、まあ、いろんな方に知ってもらおうという、まずは知ってもらうための活動ではあります。まあ、この活動も、成果を上げ始めて、まあ、メジャーレーベルから、まあ、2枚のアルバムをリリースしました。そして現在では、まあ、日本全国、また海外でのパフォーマンスの機会も非常に増えてきました。まあ、こうした、まあ、ちょっと、なんというか、分かりやすい活動っていうものを、伝統芸能を知ってる方からすると、ちょっと逸脱している、外れてるんじゃないかなんていうふうに見られてしまう向きもあるんですが、まあ、今の世の中には親しみやすいこと、まあ、分かりやすいことっていうのは非常に重要でもあり、まあ、それとできれば古典芸能の本来の魅力、こうしたものを一緒に伝えられればなと思って活動しています。まあ、さて皆さん、伝統とはどんなイメージでしょうか？昔から変わらない、昔のままの姿を厳格に守ったものこそ伝統なんていうふうに思いでしょうか？まあ、ここで伝統というものをちょっと考えてみたいんですが、まあ、歌舞伎を例にとって考えてみたいと思います。歌舞伎という芸能は長い歴史の中で男性のみによる演劇表現という道を歩んできました。まあ、そういう中で、まあ、男性の役者が、まあ、女性を演じることもあり、まあ、それをどうするべきか、歌舞伎俳優たちは考えました。まあ、その中で女性らしさを表現するために、ある時は女性よりも女性らしい仕草を追求し、細部まで研究し、それを体系化して型というものを作ったのです。まあ、型というのはスタイルでもありますね。まあ、そうしたスタイル、他にも男性らしい荒ごとの型、まあ、ですとか、他にもセリフ回し、舞台表現、まあ、音楽なんかにも型というものを作って、歌舞伎を芸能として、まあ、成立させていったのです。まあ、歌舞伎はこの型というものを持ったことによって、まあ、さまざまな、まあ、柔軟な演目を取り入れることができるようになりました。まあ、型を持ってるからこそ伝統芸能として成立していったわけです。
まあ、ここで話をちょっと現代に戻しますが、最近海賊を主役にした有名な漫画作品ございますね。これを歌舞伎化して大きな話題を呼びました。まあ、こういう名詞は避けますけども、この舞台はですね、最新の照明設備ドン、まあ、複雑な舞台機構ドン、まあ、そうした現代的な舞台なんです。まあ、こうした現代的なものが本当に伝統芸能歌舞伎と呼べるのかというところは、すごく疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。まあ、ただし、まあ、先ほどお話しした通り、歌舞伎には型というものがあります。まあ、この型に当てはめれば現代的な題材も、まあ、歌舞伎化できる、まあ、こういったことの称賛になっているかと思います。まあ、そのためには役者陣、まあ、制作陣が、まあ、心の中、体の中に十分古典作品で培った、まあ、型の精神性、芸術性、そういったものが染み込んでいるということも大事なポイントです。まあ、そしてこの作品、先ほど言いました話題になったんです。で、ここで実はこの話題性についてお話ししたいと思います。まあ、伝統芸能と話題性、まあ、これはどういう組み合わせかなと思われる方もいるかもしれません。まあ、実はでも伝統芸能である歌舞伎にとってこの話題性というのも非常に重要な要素だったのです。話題にするのは、まあ、一般の人々です。まあ、その歌舞伎で言えば、もともと歌舞伎を支持し話題にしてきたのは江戸の町民たちでした。江戸の町民たちに受けるために必要な要素は、まあ、娯楽性、話題性だったんですね。まあ、歌舞伎は、まあ、娯楽性を高めるために、まあ、巷で話題のニュース、衝撃的な心中事件、まあ、そうした、事件をいち早く演目に取り入れたり、あるいは若者のファッション、あとは流行感、まあ、そういったものを柔軟に演目に取り込んできました。まあ、こうして人々の話題になり、まあ、あとはそうですね、三味線という楽器、今では古臭いイメージをお持ちかもしれませんが、この楽器も当時は江戸に入ってきたばかりの最新の楽器だったんです。まあ、こんな感じで江戸時代の歌舞伎っていうのは、まあ、伝統芸能ではありながら非常にポップカルチャーを取り入れた、そんな芸能だったんですね。まあ、先ほどの漫画作品もポップカルチャー、まあ、これを取り入れて歌舞伎化したこと、それが今話題になっていること、まあ、これはいかに大事かということですね。で、この話題性が続けば、まあ、そんな作品がまた人々に支持され、上演を繰り返すことになります。上演を繰り返すと、さらにその舞台は洗練されていきます。そうすると、もしかしたら100年200年後の先には、まあ、こうした作品が古典作品として愛されている可能性もあるのです。まあ、歌舞伎という芸能のすごいところ、まあ、これは型という芸術性、精神性、まあ、これをまあ確かに受け継いで現代まで続いていること、まあ、と同時に、まあ、人々の支持を集め、そして娯楽性を維持し、まあ、現代にも、この現代の社会にも歌舞伎という伝統芸能が生きているということが非常に大切なんです。まあ、少し伝統芸能についてご理解いただけましたでしょうか。まあ、ここで逆に私から皆さんに質問をしたいんですけれども、皆さんにとっては伝統芸能はどんな存在ですか？ね、あんまり関わり合いがない方が多いんですけども、まあ、言うなれば、皆さんの家の庭に大きな木があるとしてください。ご実家の隣の公園でもいいです。ご実家の隣の公園に古くて大きな、まあ、先人が育てた木があるとします。まあ、これが伝統芸能の木だと思ってください。まあ、この木を育てて
まあ、未来につなぐこと、これはいずれあの時代の人々 の、 あの資産になるのではないかと私は考えています。まあ、そうですね、伝統芸能の木、まあ、日頃特段気にすること、まあシャレじゃないですよ、日頃特段意識することがなくてもですよ、意識することはなくとも、ふと振り返った瞬間に心の拠り所になったり、まあ、もしかしたらアイデンティティの源になる、まあ、そんな方もいるかもしれません。まあ、この伝統芸能の木をですね、私たちは先人が育てた太い幹、高い梢、まあ、そんな木から可能性という名の枝葉を伸ばし、まあ、日の当たるところへ出ていくという努力を、そんな仕事をしています。まあ、できることなら皆さんにもこの木を愛し、まあ、伝統芸能の木を、まあ気にかけていただき、まあ、日の光、水、栄養、まあ、そういった形で伝統芸能を見守っていただけたらなと私の願いでございます。さて、最後にほんの少しだけその先人が育てた古典芸能から少しだけまた演奏させていただきます。まあ、私パフォーマンス様々する中でもなるべく古典作品からエッセンスをもらうようにしています。まあ、先人が育てたその偉大な、まあ、古典作品の力強さ、まあ、奥の深さ、そうしたものを少しでも皆さんにお伝えできればなと思います